今回は、ハードオフでグラフィックカードを購入してきました。無造作にデカデカと青箱に入ってた。ジャンク品です。でかい、重い。絶対にハイエンドだと思い。即購入。お値段2500円。値段なんて関係ない。ジャンクのグラボは即購入。どうも、貧乏父さんです。開封してみます。久しぶりのハイエンドにテンション高めです。血圧とコレステロール値も高めです。健康不良中年です。GForce GTX580 です。いや、ハイエンドは GTX590 だろと思うかもしれませんが、590はデュアル GPU カード。方向性が違うクレイジーなので、580こそ至高。外観を見てますが、背面はバックプレートがない。この時代のハイエンドはまだバックプレートがありません。封印シールがない。分解済みですね。SLI ができます。ロマンです。補助電源が6ピンと8ピン。8ピンと8ピンじゃなくてよかった。8ピンと8ピン電源なんて持ってない。外観には目立った傷はなし。映像端子は DVI 端子が2機。ミニ HDMI が1機。ファンは1個です。爆熱野郎を冷やせるか心配になるレベル。外排気はいい思い出がない。分解してみます。GTX580 の発売は2010年11月で、今から11年ほど前になります。実売は5万から6万円くらいでした。ハイエンドが5万で買えるなんていい時代でした。GTX480 と比較して、1、2割性能が向上してます。TDP は 244W で、GTX480 の 250W から若干減少しました。気持ち程度の減少で爆熱です。推奨電源容量は 600W 以上になります。480を出してから7ヶ月で、580を販売したことは内緒です。今回のジャンク品はメーカーが不明ですが、リファレンスデザインを採用してます。カードの厚さやブラケットは2スロットタイプになってます。リファレンスタイプに多い外排気ファンですが、外排気ファンはブロワーファンとも呼ばれている冷却仕様です。シロッコファンとも呼ばれてます。ケース内の空気をシロッコファンで一気に吸い上げます。落ちたカトンボも吸い上げます。吸った空気を全部リアパネル側に排気します。なので、PC ケース内が温まりにくく、PC ケースの隙間から外気を入れてきます。隙間がないと若干、窒息気味になります。フロントにファンは絶対に必要になります。あと、外排気ファンは、PC ケース内に排熱を撒き散らすことがないので、CPU クーラーが空冷の人にも安心して利用できます。内排気はケース内の温度を上昇させるので、CPU クーラーに簡易水冷が必要となります。ケースに入れない人には関係ない話ですけどね。外排気ですが、デメリットもいっぱいあります。静音性が悪い。ファンが1個しかないので、全開でファンが回ると、光害レベル。冷却性能が悪い。ファン1個で冷えるはずがない。内排気なら、ハイエンドの場合3連ファンが当たり前なので、よく冷える。GPU 性能を出せない。外排気は内排気に比べ冷えないので、温度上昇ですぐ頭打ちになる。そもそもリファレンスタイプは、性能が控えめ。限界を攻めてない。なので、控えめです。あれやこれや言ってますが、要は冷えない。全然冷えない。ありえないくらい冷えない。なので、グラフィックカードも高温状態で使用され、状態が悪いのが多い。どこか壊れててもおかしくない。ひたすら、ネジを回してるだけの映像に飽きたのでカットします。ネジが外せたので開きます。オープン。焼けが目立つ。しかも、内部が綺麗。ホコリがない。怪しい。怪しすぎる。グラフィックボードに不具合があり綺麗にしたか、めちゃめちゃ綺麗好きか、どっちだ？グリスは気持ち柔らかい。不安でいっぱいです。いや、ラッキージャンクなんて求めてない。おっさんの求めてるのは、修理が必要なグラボだ、と、自分に言い聞かせてます。ファンを外してみます。ファンを外します。サーマルパッドがぐちゃぐちゃです。しかし、替えのサーマルパッドがないのでこのままにします。コンデンサーの焼けがないか目視で確認します。焦げ跡みたいなのが、いっぱいありますが、多分、大丈夫。自己暗示です。問題なく、動いてくれるでしょう。楽天家です。グリスをきれいにします。GF110、でかい。とにかくでかい。それ以外、感想がない。グリスを塗ります。グリスを広げます。ファンを取り付けます。ファンをつけてからグリスを塗った方が、無難です。カバーをつけます。
あとは、ネジを締めてグリスの塗り替えの終了です。次に、動作確認をしてみます。グラボをセットします。補助電源を挿します。スイッチオン。ファンは動いてます。まだ、静かです。画面に映像が映りました。問題のないラッキージャンクです。GPU-Z はこんな感じです。ダイレクト X は 11.0 ですね。シネベンチ R10 オープン GL を測定してみます。問題なく動いてます。結果です。85.03fps。スコアが低い感じがするがこんなものかな？次。ドラゴンクエスト10ベンチマーク。フル HD。標準品質。ウィンドウで測定します。問題なく動いてます。長いのでカット。CPU もメモリも GPU も余裕があります。なのに、結果です。評価はすごく快適。スコア13637。スコアが低くない？メモリが悪い？次。ファイナルファンタジー14ベンチ、フル HD、高品質、デスクトップ、で、測定します。快適そうに動いてます。14ならいける気がする。結果です。6729、やや快適。判定が厳しくないか？次。ファイナルファンタジー15ベンチ、フル HD、標準品質。車の色は気にしません。結果も気にしません。このシーンのためだけにやってます。一応、結果です。2602、やや重い、ですよねー。次。ファイナルファンタジー11ベンチ、高設定。実はグラボはほぼスコアに関係ありません。結果です。9782。だから何？次。ジャンクは2つ買え。実は同じものをもう1個買ってます。ロマンです。SLI できるマザーボードを発掘してきます。ASUS の A8MSLI です。でかいマザボは嫌いなので、SLI できるマザボがこれしかない。SLI レディ、本当に動くのか？アスロン 64X に、CPU は探せばある。ソケット939。いや、ない。そんな CPU 10年前から見てない。DDR400 メモリーはあった。しかし CPU クーラーはない。倉庫を探してみます。倉庫の中で黒歴史を発掘しました。AB-TH7。黒歴史の宝庫です。一つ目はコンデンサーがでかくて邪魔。二つ目は RD ラム。三つ目は423ソケット。黒歴史を知りたい人はググってみてね。結局、お目当てのものが発掘できませんでした。発掘できたのは黒歴史だけ。パーツを発見したらそのうち動画にしたいと思います。今回は以上です。黒歴史がある人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。バイバイ。